さあまず第1マッチのダブルス、上田丹羽組対水谷大島組の対戦でした。高島さん、このゲームどのように振り返りますか。はい、そうですね、水谷やっぱりこう出足から集中してよく動いてですね、うん、はい、水谷の良さが光りましたよね。そうですね、はい、4選手良さは出てたんですけども、その中でも水谷のこのしかも集中力ですよね。そうなんですね、はい、特に後半の水谷のプレーっていうのがですね、本当にこうミスが少ないプレーができますからね、はい、それでちょっと勝ち切ったという感じですね。はい、第1マッチゲームカウント2対1で水谷大島組木下マイスター東京が取りました。さあ続きまして第2マッチ、ここからシングルス、田添響対及川瑞希の対戦。これ序盤及川ペースだったんですけれども、田添がよく自分の気持ち振り立つ勝ちましたね。これね、そうですね、うん、やっぱりこうポテンシャル高いですね、はい、やっぱり結構底力持ってますよね、田添は、うん、はい、これ両ハンド の, 威力のある球っていうのは魅力ですからね、はいはい、もう少しこう気持ちの上で積極的に先に攻めるんだということをもっともっと卓球に生かしていくと、うん、前陣のプレーも覚えるようになってきますからね、はいはい、もっともっと強気な卓球を目指した方がいいと思いますね、はい、さあそして第3マッチは丹羽と張本。第2ゲーム途中までは気がつかない丹羽ペースになっていたというゲームだったんですけど、第2ゲームまでもう丹羽は素晴らしいプレーでしたね、はい、ところがタイムアウトの後でした。張本がペースを掴んで、その後の張本の凄さですね。そうですね、うん、もう待ったなしでしたですね、はい、本当に早かったですね、うん、この今インタビューでもありました、1球とにかく諦めないというのはやっぱりペースを作るという意味でも大事なことになってくるんですよ ね、 でしかもそういう気持ちでやると集中力がどんどん高まってきますからね、まあ、プレー自身がもう無心で自分のプレーができるようになりますからね。はい、そして第4マッチ、森薗正隆対水谷。森薗の集中力と、それから水谷の取った第1マッチとはちょっと全く雰囲気が変わってしまったというのと、そうですね、うん、水谷のプレー、水谷らしさが出なかったといいますかね、はいはい、どこかなんか体調おかしくなったのかなという雰囲気でしたね、うん、体に力がなかったですね、はい、森薗ただ集中力はすごく、そのままストレート勝ち3対0、そして森薗がそのままビクトリーに行きまして、張本智和との対戦でしたが、張本1マッチ挟みましたが勢いは止まりませんでしたね。そうですね、もう本当に、うん、先手先手で森薗の卓球をさせませんでしたね。そうですね、はい、いや今日の張本、バックのものすごいスピードもありましたし、森薗もいろいろとやろうとしたんですけども、もう本当にこの張本ペースでビクトリーはゲームカウント11対5、マッチカウント、ゲームカウント1-0という形になりまして、マッチカウント3対2で木下マイスター東京が勝ちました。